今度ね、男っていうのはね、まあ、諦めちゃいけない時っていうのがあると思うんでね、今回は500円でやってみようと思います。いいよ。ほっ、なんかやり方あかんのかな。あ、下まで行った。あー全然ダメや、なぞっちゃった。今度上の方狙ってみるか。上の方いけ、いけ、お、いい感じじゃないこれ。おー、あーマジで、あー大ピンチ。どうしよう、これ最初の300円でこうなってたら諦めがついたんだけどね。持ち上げなきゃあかんのこれ。やっぱ手前ダメか。ダメだ。なんかうまく引っかかってくんないかなと思ったけど、やっぱりダメでした。はい、続いてはね、ドラゴンボールたちに囲まれた、なんだこれは、財布？ちょっと財布いいなと思って一回やってみようと思います。財布がねボロボロだからそろそろ欲しいと思ったんだよね。かかるかな。あさっきのね、ゲーセンの後隣にあるフードコートに来てるんですけど、あ、てか来たんですけど、そこでね、外国の方が、インド人かな、インドの方が、インドのスタッフか、スタッフがね、熱心に食べてって食べてってって言ってくれたんで、推しに負けてカレーを頼んでみました。ほんとね、唐揚げカレーを頼みました。今日のなんかおすすめらしいです。でカレー、まあ辛さは普通のカレーとライスと唐揚げとちょっとした野菜のセットですね。まあ、700円なんで安いですよって言われたけど、ぶっちゃけそこまで安くはないんですけど、まあ、食べてみようと思いますという動画でした。ではまたね。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。チャンネル登録がおすすめな方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。チョコスでした。